大吉チャンネル。皆さんこんばんは、大吉でございます。今日の大吉チャンネルはパワースポット北海道の神社編、ということで、ご紹介するのは北海道札幌市豊平区月寒西三条4丁目 1-56、ここにあります月寒神社をご紹介したいと思います。月寒神社、以前にも動画出してるんですけども、今回のは、令和6年版ということで雪の月寒神社をご覧になっていただきたいと思います。祀られている神様ですけど、宇賀の御霊の御事、大山積みの御事、一木島姫の御事、馬島寺の御事ということになっております。創立は、明治33年9月7日に、なっております。ここの神社はですね、明治17年札幌郡豊平町阿佐西山通りに鎮座し、明治33年9月7日に西山神社として創立したということなんですね。で、明治36年に、月寒神社と改称し、月寒村へ移転を出願、して、大正7年に、現在地に移転し、今に至るということになっております。それではね、この月寒神社、雪の月寒神社をご覧になっていただきたいと思います。それでは、映像をご覧になってください。